早くも秋風立ちそめしここ逗子の海岸、空は曇りぬ秋ながら雲立ち迷い、海は暗く大気は静まりて一陣の風もなく、一肌に動かず見渡す限り木陰さえ耐え、万物ことごとく席として声なく、天地の秋症状たり。やがて浜つきて岩となるところ一条の道あり、たどれば滝の不動に至る。その不動堂の傍らに佇む人は、海運士官の制服制帽に、身も心もキリリッと引き締まるがごとき美女部川島武雄であった。思えばこぞの春、風雲急を告げる出征前の慌ただしい一日、この逗子に胸の病を養っている愛妻奈美子を訪ね、二人がしばしの語らいに時を過ごしたのも、ところも同じ不動堂のほとりなるこの岩の上であったものを。されどところは同じ逗子ながら、この暗淡たる晩秋に引き換えて、あの日の逗子の海はあくまでも心よく凪渡り、空は天真に至るまで青々と晴れて、果てしなき水平線の彼方まであだかも眠れるがごとき春の海であった。あなた治りましょうか、私の病気。何を言うんだ、治るよ、きっと治るよ。でも母もこの病気で亡くなりましたし。お母さんはそうかもしれないが、奈美さんはまだ若いんだ。19じゃないか。現に僕の知っているやつで、肺が片方だけで元気に生きているやつがいるんだよ。治らんというのは奈美さんが僕を愛しておらんからだ。治りますわ、きっと治りますわ。でも人間はなぜ死ぬのでしょう。生きたいわ、千年も万年も生きたいわ。死ぬなら二人で、ねえ、二人で。乗り屋のババアが帰ってから一時のち、眠る喧嘩やすべえが、おじの争う姿を夢に。あ、危ない！我と叫んだ我が恋に、悪夢を覚めたやすべえが、目についたる最前の手紙に書かれた真剣の文字。なに？しかるに村上兄弟遺恨に思い、主の中津川夕飯を語らい、本日身の下国高田の馬場において真剣勝負つかまするべく、この書状を参りし、おらわば武道の意地我一人に手参る所存。なれどお祈りなれば再び御身にまみえる時もあるまじきことと存じ、候我なき後がくれぐれも身を通信で仲よわけを。いや馬場、今何時だ。びっくりするよ、もう身の下克ぐらいだろう。なるさーい、パパ、飯だ。やっさん、慌て込んでどこへ行くんだい。高田のババだ。次天下に断ってのんべえや水主隊の晴れ技、高田のババにチケモリったぞ。パパ、行き過ぎは頼んだぞ。愛とまぐろを下げて高田のババへ千里一体時、虎の子走り。八丁堀を立ち入れて外堀図体に下にした飯田町から大曲がり、石切橋もひとともに江戸橋越えて早稲田より高田の馬場へ一里半。ビズムシ出たぞ、ビズムシ出たぞ、ダメなのよ、ダメなのよ、はい、ビズムシ出たぞ、ビズムシ出たぞ、ダメなのよ、ダメなのよ、はい。
この指輪なんだ。このダイヤどうしたの。これは あの方が無理に貸してくれたのです。あの方って富山だろ。そんなものを海の中捨てておしまい。お出し、いけない、出せ、いけないわ。僕が踏みにじってやるから。ミア、お前はまだ心が決まっていないぞ。本当のことを言え。カイさん、母さんに聞いてくださいな。どうすればわかりますわ。嫌だ、ここで言え。俺はお前の本心を聞かないうちは嫌だ。嫌よ、嫌よ。そんなに怒っては。なぜ私には話ができないの。ここで言え、ここで言いなさい。そんなら聞くわ。もしもよ、もしも私が富山さんのところへ行ったら、カイさんはどうするの。行ったな。貴様は初めから俺を捨てるつもりだったんだろ。よくもこのカイカイチを殺したな。違うわ。こうして二人が一緒にいるのを今日限りだ。ミア、今夜のことを忘れるな。1月の17日だ。